君にみんながいろいろ話しかけるだけど僕は知ってたよ君はあいつの恋人だってその次君と会ったのは山手線の電車の中こんにちはという前に君は僕に気がついたよ喫茶店の窓僕は初めて気がついた君はとてもよく喋るしタバコも少しは吸うんだねあいつと僕は同級生で子供の頃から知っていたたまに金持ちいるけれど気持ちは優しいやつだった女なんかと思う心が変化していくとてもとても君に会いたくて学校帰りを待ち伏せた悪くないよ僕の過ち